夢が実現いたしました。プロレスの原点が今ゆっくりと歩を進めて入ってまいります。この浜松アリーナにまさかまさかルー・ペイズのこの雄姿を見ることは誰も予想でできませんでした。不滅の鉄人、20世紀最大のレスラー、人生イコールレスリング、ルー・ペイズが単独の入場シーンであります。皆さんもご承知のように1916年生まれのなんと74歳であります。未だに現役、長野正弘選手の入場です。興奮が今津波となって押し寄せてきました。浜松アリーナ、長野正弘の入場シーンであります。ルーテイズに憧れ、猪木に憧れ、このプロレスの門を叩きました長野正弘。親よりもおじいさんと言った方がいいかもしれないほどのこの年齢の開きを全く感じさせないルーテイズに対しまして、さあ今日はどんな戦いを望んでいくのか。長野正弘、礼儀正しくまずルーテイズに一礼を施しました。長野正弘であります。30分一本勝負を行います。30分一本勝負で行われます。元 LWA 世界ヘビー級チャンピオン、191センチ110キロ、ルーテイズ。誰が何と言おうとこの人がルーテイズです。188センチ112キロ、長野正弘。さあ喧嘩大好きバタフライ、長野正弘が軽く右手を差し上げました。究極の指定対決ともなっています。今日の試合、長野正弘対ルーテイズであります。不滅の鉄人ルーテイズが長野正弘と相対します。長野正弘がこのルーテイズと一緒に戦えることに喜びを感じているような表情が垣間見えました。歴史的なゴングが今打ち鳴らされました。1916年生まれ74歳のルーテイズに対しまして、さあ長野正弘、果敢に突っ込んでいってほしいところであります。辻さん、はい、構えは変わらないですね、昔と。構え、はい、構えからですね、最初から。はい、しかしですね、はい、74歳になってですね、バックドラップ、のっけからバックドラップ、これであります。これがルーテイズのバックドラップです。長野やられましたね。苦戦を制せられました、長野正弘。力技に持っていこうというルーテイズ、テイクダウンしてもその戦いの教科書を全く過ちを犯しません、ルーテイズであります。74歳にしてですね、リングに上がるというちはですね、打診したわけですよ、うん、ルーテイズさんやりますかって言ったら、はい、やるって言うんですよね、教えるだけじゃなくてやるっていうんですね。普通ね、74歳ってやりませんよ、怖くて。それをやるっていうことですね、やっぱりその気持ちですね。そうですね、今でもレスリングをこう愛してるんでしょうね。山本さんのお話もあったように、愛を感じているルーテイズであります。プロレスこそ我が恋人、私には引退はない、死ぬまでレスリングをやめないと豪語しています、このルーテイズ。今のですね、ヘッド知らずなんか足が速いですね、行くのが。それで長野選手は気をつけないのね、フライングボディシザーズってのは彼は得意ですから。フライングボディシザーズ、気をつけない。74歳で見舞いますかね。おそらくやると思うんですよね。そうですか。さあ昨年の10月に帰国の際、この長野正弘、アメリカにおいて帰国直前にルーテイズ道場で最後の調整を行ってまいりました。あのステップオーバートーホールドウィズフェイスロックはルーテイズ直伝のものであります。今日はこの師匠のテイズにあの STF をかけられることができるでありましょうか。さあバックを取ったルーテイズのサイドを取っておいて、さあブロックに投げようというところを上から押し倒していきました。ルーテイズ今のも体を切り返したでしょ、はい、でボディシザーズに行ったでしょ。ああいうのを得意としますからね、気をつけなきゃいけませんよ。キューティーさん、はい、ルーテイズ、はい、このいぶし銀の戦いぶり、はい、いかがでしょうね。そうですね、あの結構動けますよね、はい、
すごくなんかすごい昔の人ですよね。でもすごい動きもいいし、すごいなんか私には絶対できないなとは思いますね。そうですか、はい、昔はね、キューティーね、あの彼のこと鉄人って言われたんですね。おSTF を見守るというこのルーテーズ、ショートとしての貫禄を見せましたが、しかしうまくこの辺り長野がディフェンスを取りました。日本の、ね、男の哀愁さえ感じさせますこのルーテーズであります。日本のマスコミは初めて鉄人という名前をつけたのはこの人が初めてですね。なるほどね、はい、鉄人28号となりましたが、はい、鉄人1号と言ってもおかしくないわけですね。キューティーさん、はい、男は背中で勝負すると言いますが、はい、ご覧になっていかがでしょう。そうですね、みんな背中大きいですよ ね、 ね、はい、大きい背中はお好きでしょうか。はい。長野正弘がその大きい背中を持ち合わせるこのルーテーズに対して果敢に戦いを挑んでまいりますが、バックを取っている、さあサイドを取っている、この辺りどこからでもバックドロップ、あのへそで投げるバックドロップを観光してまいりますルーテーズ。さあ腰投げに持っていく、がっちりと首をガードしておいてルーテーズを投げに持っていきました長野正弘。ついさん、はい、あのルーテーズのですね、腕のですね、あの力こぶってあるでしょ、はい、二頭筋、二頭八筋って、その後ろが三頭八筋って言うんですね、はい、その、筋肉がですね、まだまだ残りがあるわけですよ。なるほど。ですからバックドロップができるわけですよ。その筋肉がなかったらですね、バックドロップはできないわけですね。強烈ですね、はい、ですから腕はですね、確かに細くなりました。しかしその面影って言うんですかね、まだありますね。あ、やっぱり怖いですね。黒いタイツに黒シューズ、鋼の体に優しい心、まさに正義の鉄人でありますルーテーズ。かなりラフサッポーも行いますこのルーテーズであります。1916年ミズーリ州セントルイスの出身、1935年、19歳でプロレスの世界に入りました。本当に大昔であります。持ち上がりますよ、持ち上がってきますよ、持ち上がるか。リバーススープレックス、カウント2でなんとか、あとこれルーテーズが持ち上げる。さあこれルーテーズが力技に転じますか。1937年12月29日、エベレット、あのマーシャルを破って世界最高峰の NWA 世界チャンピオンになんと21歳の若さで王座につきました。さあこれサイドスープレックスか、これはパイルドライバーを狙ったのでありましょうか。ちょっとタイミングを逸しました、バランスを崩しました、ルーテーズであります。そしてこのルーテーズは鉄人の名の通りびっくりする金字塔を打ち取っています。1948年から1955年の7年間一度も負けませんでした。936連続試合不敗記録を樹立しました。鉄人ルーテーズの名を不動といたしました。さあこれ STF 勝利になった長野正弘、 STF でルーテーズからランダを取りました。ゾンがランダされました。山本さん、はい、ルーテーズにギブアップを奪いました長野。そうですね、また新しい展開が来年生まれそうですね。はい、究極の師弟師匠にですねそれをお返ししました。究極の師弟対決、嬉しい嬉しい長野正弘、逆にルーテーズも大変嬉しい表情を隠せないわけであります。この放送は歴史の1ページはここでめくられる浜松アリーナより実況